毎年初夏の2日間ヒューリック浅草橋ビルとその周辺で開催されている浅草橋紅白マロニエ祭りが今年も盛大に開催されました。皆さんこんにちは。今年のリポーターを務めさせていただく清水桃枝です。今年でリポーターを務めさせていただくのは3回目。今年も元気いっぱいお祭りの模様を皆さんにお届けいたします。やはり今年もこの方にお話を伺ってみましょう。このマロニエ祭りも令和になって今後どのようなお祭りにしていきたいかと、この地場産業の、特に特徴的なものを広めていきたいと、それとみんなが楽しめるような、数多くのね、イベントを、ね、やっていきたいなと思いますけれども、お願いします。今年もファンファーレを合図に賑わいパレードがスタート。早速私の出番がやってきました。2階にやってまいりました。今年もにぎわっております。にぎわい市です。早速どんなお店があるか見てみましょう。ここではお祭りの2日間、浅草橋周辺で作られた品物が特別価格で販売されています。やっぱ子どもたちね、文房具大好きだもんね。にぎわってます、にぎわってます。浅草橋といえば吉徳さん、お人形も、あ、すごい。ここはアクセサリーすごい綺麗です。どうもこんにちは。今日はもう母の日ということもありますよね。ぜひぜひ、令和になって初めての母の日なので、記念にぜひご利用いただければ、特にパールをご利用になっていただいたらいいかなと、おすすめ品でございます。今まで自分がこういうものだと思ってたのが、一つつけることによってあれ笑顔が浮かんでくると思いますので、ぜひご利用くださいませ。おお、やっぱり主婦には欠かせない。ついつい目が止まってしまいます。こんにちは、どうもです。こちらはどんなお店でいらっしゃいますか？はい、当社は富士宝楼と申しまして、主に宝楼製品を販売させていただいてます。もう一番のおすすめは何かございますか？はい、本日のおすすめはですね、こちらの深いお鍋と、あとこちらの親缶で、可愛らしいデザインと、あと、シンプルなデザインと可愛らしいデザインということで好評いただいておりますので、おすすめしております。令和への意気込みをぜひお聞かせください。はい、売上を昨年より伸ばしたいと、平成よりも伸ばしたいと思っております。はい、次に訪れたのはこちら、紙幣計算機で
100枚ぴったりを目指すゲームに挑戦します。この女の子はピタリ賞を出しました。前の人が94枚を出していたので、それにプラス6枚を足して100枚出しました。あら、じゃあ前の人がポイントでしたね、はい、ってことは私は今お姉ちゃんが出した100を目にしたので、あの厚みをまた思い出してやればいいのね。はい、そうです。意外に結構ありましたよね。ちょっと厚みが違うので少し思った。果たして100枚ピタリ賞は出せるのでしょうか。いきます。少ない少ない、わかったです。惜しい惜しい惜しい、惜しかった。115枚でした。100枚おめでとうございます。ありがとうございます。2階にぎわい市にはその他食べ物や関係団体のブースがたくさん出展しています。今日はどのような商品を並べてらっしゃいますか。今日はですね、梅もなかといいまして、あんこが3種類あるんですけれども、こしあんと小倉あんと白あんになります。うちのこの名物の一点なんですけれども、とあと小福餅、これも人気のお菓子なんですが、粒あんを牛皮で包んであります。美味しそう。はい、この辺をうちのお店で、ね、売れ筋のものを持ってきております。バイカテイさん、令和に向けてどのような意気込みを。そうですね、やっぱりお子さんからお年寄りまで楽しんでいただける食べ物なので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。今日は何を販売してらっしゃるんですか。自慢の牛肉弁当を販売しております。はい、牛肉弁当。マロニエ祭りへは、出店何回目に。2回目です。2回目ですか。はい、去年より去年の倍売っております。令和元年、これからどのように進めて行かれたいでしょうか。今までのお客様を大事にして、また新しいお客様を開拓しようかと思ってます。はい、ありがとうございました。ヒューリック浅草橋ビル内ではキッズクラフトコーナーが拡大、人気の高さが伺えます。こちらもおなじみ秋山武雄下町懐かし写真館、今年は長年読売新聞に掲載された作品が一堂に展示されました。この日、秋山さんは以前この地にあった母校福井中学の仲間と懐かしい話に花を咲かせていました。今鳥越神社の祭り、毎年人気のスライドトークショーでは、この季節にふさわしいお祭りの話が飛び出しました。この大通り、蔵前通りですね、各町会から大みこし、中みこし、子どもみこし3つぐらい並んで、こうずらーっと並ぶんですね。今年はにぎわい市にも出店している小松屋さんが浅草橋しゃべり亭に登場。いつも申し上げていることですけれども、この現在の柳橋の上、これ白いのよく見えますでしょうか。これは昔の花火大会の様子、橋の上まで見物客でいっぱいです。三味線にも挑戦させてもらいました。少しぎこちないですが、いかがでしょうか。午後からはにぎわいパレードがおかず横丁へと拡大。実はこちらの浅草橋連、マロニエ祭りを盛り上げようと地元の連として平成24年に誕生したんだそうです。5月9日、この日もマロニエ祭りに向け猛特訓の真っ最中でした。指導しているのはマロニエ祭りに参加している阿波踊り宝船連の米沢さん。熱心に指導します。
れはね、まだ発足して7年だから、まあ、人生で言えば小学生みたいなもんだから、ちゃんとそばに立って教えてもらわないとわからないということで、やっぱり小さな子供たちもね、やっぱり非常にね、真剣になって踊るようになりました。ちょっと変わった提灯を持ってね、踊る、そういう部分もこしらえてますんでね、ちょっと見応えがあるんじゃないかと。一方、会場では初参加の日本殺陣道協会東京が登場。かっこいいパフォーマンスの後、子どもたちが殺陣に挑戦しました。初日のクライマックスはこの盆踊り大会です。私はというと、叩いて、歌って、踊って、大変な一日でした。こちらも初日のお楽しみ、大川船下り、屋形船遊び。今年はこの新造船で隅田川を下ります。隅田川の絶景が堪能できますよ。そして2日目、この日も朝からパレードが元気にスタート。青森ねぶた林二目組からは2018年のミスター跳人が登場。一体どんなジャンプを見せてくれるのでしょうか。では早速見てみましょう。なるほど、見事な跳ねでしたね。一方、私はというと、にぎわい広場です。どんなお店があるか早速行ってみましょう。塩唐揚げだってお腹空いてきたから食べたいな。おいしい、あ、いいな。しそ巻き、いいんですか。ありがとうございます。いただきます。ビールが欲しい。おいしいですね。そんな私がやってきたのは町会テント。子供に大人気のゲームに挑戦します。まずは共和町会で射的に挑戦します。もうちょっと下行くわよ。じゃあどうぞ。惜しい、ダメだ。残念でした。外れた人はどうなるんですか。うまい棒とおもちゃをもらえます。わいわい、1個ずつ。おじさん曰く、お菓子欲しさにわざと外す人もいるそうです。次は当たると大きな風船がもらえるこちら。そう、まっすぐ伸ばす。あ、すごい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 、すごいすごい、こうなります。まっすぐね。おー、俺今取った取った取った。イエーイ。あ、
スーパーボールすくいですよ。にぎわってますね。今はね、髪の厚い時間帯です。なるほど。あ、言っちゃいけないでこれ。え、そういうタイムサービスがあるの？いやいや、タイムサービス、あの2種類髪があるの、はい、薄いのと厚いのと。え、そのなんかその使い分けはどうやって？気分。気分。だいたい500ぐらい用意してます。で、まだまだ。なくなり次第終わりという。なるほど。まだまだありますね。はい。はい、ぜひぜひ楽しんでください。どうもありがとう。押すなよ。押すなよ。お。同じ頃、ザ・ステージ浅草橋もスタート。こちらも出演団体が増えています。そしていよいよお祭りの締め、阿波踊りのスタートです。浅草橋連の踊りも決まってます。もうまさに今終わった直後ですが、はいはい、今日はいかがでしたでしょうか。最高の気分でございます。気持ちいいですね。はい、はい、気持ちいいです。お天気に恵まれて本当良かったですね。いや本当ですね、はい、これ神様ちゃんと見守ってくれた証拠だと思います。もう令和元年迎えましたけれども、はい、どのように盛り上げていきますでしょうか。それはね、やっぱり連員をちょっと増やすということで、インターナショナル的なそういう感じでやっていきたいと思います。その後も通りでは浅草橋連をサポートする阿波踊り宝船連などが続きます。そしていよいよフィナーレの総踊り、会場にいるみんなで踊ってしまいましょう。どうぞお客さん、いらっしゃいで。いかがだったでしょうか。今年のマロニエ祭り、私は年を重ねるごとにますますにぎわいが増しているように感じました。来年のマロニエ祭りにはぜひ皆さんも参加してみてはいかがでしょうか。